こんんにちは吉さん、さ、まあ、お金のことはいつも私たちの周りに問題としてあるわけですけどもお金が払えるとどういうふうな人生が歩めるかってことの一例を今日は紹介したいなと思いますそれはですね私ね大好きなその映画があったんですけどもその映画がね制作を中断するかどうかっていうところでクラウドファンディングいわゆるお金を出してくださいませんかっていうお誘いがあったんですよそれでですね、えー、先月先々月までに 映画ができましたということで、えー、お返しが届きました。その一つが、これですね。君たちはまだ長いトンネルの中というね、まあそういったドラマで、あんまり知られてないかもしれませんけども、今の日本の税制とかね、それから主には消費税がどうして、えー、今取り入れるべきではないのかってことを、 高校生のあさみちゃんっていう方がですね、まあ、いろんな政治家、財界人をもうどんどん論破していって、私たちの勘違いの目を覚まさせてくれるというね、そういうテーマでございます。これは以前、中田敦彦さんの YouTube 大学で、本当は怖い消費税みたいなね、そんなテーマで語られていたものを映像化したということになるのかなと思いますけども、これもですね、お金がないとこの映画作れなかったんですよ。で、私は、 映像が見たいと思ったんだけども、映画を作る、そういった人脈も、コネも、スキルもないわけなんですよね。できることって言えば、お金を出すこと、そしてこの映画を紹介することぐらいなんですよ。でも、紹介ったって、うん、私の影響力がそんなにね、スポンサーほどあるわけではないので、まあ、お金を出して、そのお金が積み重なれば、映画の一つぐらいは、タレントさんのギャラの一人ぐらいは出せるかなっていうところで、今回できたわけなんですよ。そして、 昨年のことなんですけども、クラウドファウンディングでね、アニメの銀河エデンこちらの方もお誘いを受けまして、出資をさせていただきました。ドーンとね、これ、お、ないこれ、お礼の DVD が届きました、いろいろと。その他にもお礼の品はね、数々届いたんですよ。それこそね、いや、出資してよかったなっていうのの一つに、こうやった、成功したら得点が届くわけですよね。えー、つまり作品ができたんで、収益が上がって、 あの投資したおお金以上がお返しできたよってことなんですよまあ、投資したっていうかねクラウドファンディングは投資ではないんですけどね、まあ、お金をあげるからプロジェクト頑張ってねっていう応援ではあるんですよただ今回ねこの映画のテロップに私のことが採用されるということなんでこれ映画館でも今ね絶賛放送中なんですよいやだからねやっぱりねお金があったらね映画も間接的に作れるなってことなんですよやっぱ映画を作る人もやっぱギャラがないと やっていいけないですから声優さんも雇わないといけないしアニメーション作るね脚本家の方とか監督の方とか照明の方とか撮影の方録音の方もうみんなねあの自分たちの善意だけで働きはしないですからね。であとはね今保育士さんとか介護士さんとかっていうのはやっぱりいろいろと、うん、事件をね注目されてますけどもねあの育児に対する幼児への まあ虐待とかね暴言とかっていうのがねありますけどもあれも私ねどうなんでしょうかね例えば保育士さんの待遇が今の3倍ぐらい給料が毎月50万60万出るような職場だったら多分その職場すごく大事にするんじゃないかなと思うんですようんその代わり採用レベルねちょっと上げればいいと思うんですよねでも給料が安ければその職場に入ってくる人も少ないだから言ってみれば あのもうその仕事をね大事にできない人とか精神的に不安定な人が入ってくる可能性も高いんじゃなかろうかと思うんですよ、まあ、つまりはこの乱暴に言ったらね安い賃金のところには安いモラルがやっぱり形作られるのかなと思うんですよでもやっぱり高い給料をもらってる職業ってその職業を例えばクビになってね安い職業に行きたくないからその職場をすごく大切にすると思うんですよでずっと使っていただけるように まあ自分のことも鍛えていくと思うんですよね。このぐらい人はお金に、私は正直だと思うし、正直であるべきだと思います。というのがお金はですね、人を差別しないんですよね。うん、だって、まあ昔のことじゃないですけども、あの、親父酒くれつっ,ってからね、酔っ払いがなだれ込んできても、あんたには売れねえよってこっちはな、酒はな、金で売ってんじゃない、気分で売ってんだ。お前なんかに、お前みたいなの飲んだくりに、女房を泣かして、 ひったくってきた金、しらつかせんじゃねえとか言ってからね。もしかしたらそういうふうになってたかもしれないですけど、今はね、あの、中学生でもタスポをかざしちゃ、タバコが買えちゃったりするわけでしょ。うーん。だからやっぱね、なんかこう、お金ってね、誰が使ってもお金なんですよ。1万円は1万円。やっぱり百を、100万長者が使っても1万円。お金を切り詰めて貯めた人が、 一万円持ってきてもやっぱ一万円。お金はどこに行っても一万円なんですよ。でも人は人を差別するんですよね。お金は人を差別しない。でも人は人を気分で見たりするわけですよ。お金がいつも正直なんだろうなっていうふうに考えざるを得ないから、まあ、そんな一面があるかなと思いますね、はい。じゃあ今日も行ってみましょうか。頑張ります。